インヨのスズメバチ日記6日目ですね。早い早いよ早いよね。いや本当に短いようで短かった。インヨのスズメバチ日記も明日が最終日ですね。明日でお別れということで、今日はねより心がやっぱ通い合ってるなと思ってるのが、いやあんまりね今日は落ち着いてる、あんまり飛んでない、そう元気がないっていうことじゃないんですよ。僕がその飛ぶとこのね床材がわーってこっから出てきちゃうから、あんま飛ばないでほしいよっていう気持ちを組んでくれているというね、もう最高に心が通じ合ってます。もう心が入れ替わってると言っても過言ではないですね。うん、そうそう、ほらほら今もう飛んだけど、もうなるべく上の方をさらっと行っていくっていうね、この床材を蹴散らすみたいなことはしないっていうか、まあ、今日せっかくだからじゃあね、ご飯をちょっとチェンジングチェンジしましょうか。うん、コンゼリをもう慣れたもんですよ。うん、もう3回目ですからね。うん、2回目でしたまあでも床材を変えて入れた時を1回とするなら、まあ今回で3回目ですよね。これ冷やしとかなくていいのかな。冷やすとあれか、お腹壊しちゃうから。逆にどこにいる、チェックしないと。1、多分いい位置。こっち側にちょうど来ちゃった。お、あれ食べ始める。マサヤ早く起きなさい。マサヤ今いいよね。今だよね。今しかね、やるなら今しかね。66の親父のフティクセは、よっしゃー決まった。まあ取れ高的にはね、今のでバーって逃げちゃうみたいなのがあったらいいと思うんですけど、やっぱできちゃうんで、すいません、もうここ通じ合ってるんで、はい、綺麗に綺麗なゼリーが、ちょっと不安定、怖いね、倒れそうだねこれね、ちょっと怖い、プルプルしてるゼリーが。プルプルした方がいいもんね、ゼリーなんかね。うん、こっちの方が美味しそうに見えるでしょ、うん、プルプルしてる方が、不安定な方がね。そうそうそう、だからそこにあえて置いたんです。うん、さあ後でね、お食事のシーンがもし撮れたら撮ってみたいと思います。俺もうマジに慣れてるじゃん、この撮影もね、置いちゃうけどはい、今日は6日目ということで、まあちょっと別れを惜しみつつも、あーというような感じ、ちょっと哀愁がね、やっぱ漂ってますね。うん、明日で終わる。よっしゃー、ご視聴ありがとうございました。